はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。R です。キングスフィールドの、あ、こっちか、プレイですね。よろしくお願いします。開け、じゃあ行こうか。前回ね、すっかり忘れたら、このまず死者の鍵を使おうと思います。多分この辺のね、死者の鍵っていうくらいだから、お墓の周りの鍵っていうか、まあどこでもいいんですけど、とりあえず鍵使ってみようかなと。ですよね。ただここどこなんですかっていう話になってくるわけなんだよ。願わくば強行突破は本当はしたくないんでね。強い確信。スケルトンには多分ね、バートラックス打撃武器の方がいいと思うんだよね。これでね、もう俺地図が読めないというか、読めなくても最短距離一直線コースで、ほぼどんな場所でも行けるんじゃないかなと、自信を持ってね、言えるんだ。今回はね、とっとと下の階に、もう本格的に突っ込もうと思うんですけど、鍵は鍵でね、ちょっとやっぱ使いたいなぁと思うんで、もう、地図見てもわかんねえや。開きそうなところとかも、鍵がかかっているところは、もう、ほぼ試したいですよね。骸骨さんよ。あ、ここは何なんだろう。普通に開かないところなのかな。まあ、お墓、こんだけさ、穴掘ってさ、ね、やってりゃ、そりゃ、強いやっぱリーチだな。間隔が長いから遠くまで届くのがね、いいわけだ。届いてねえし。あ、雲ね、雲のお腹。尻尾はきっとトゲじゃないんでしょ。もしかしたら進化した雲かもしれないからな。デススティンガーもそんな感じだったもんな。デススティンガーがなんだかわかる人は、まあよくわかっているようだなと言わざるを得ない。これ何、糸はじゃ吐かないのかな。あ、そうか。無限脇か。無限脇部屋か。困るんだよね。折れた剣がね、薬草に見える不具合、やめてくれないですかね。なんかこの辺も開きそうだよね。鍵。えいしょ、合わない。決まった。どこだ、左から聞こえる。やめろ。おい、バカ、やめろ。おら。治らない。麻痺が治る薬はないのか。そういえば、竜王草の実じゃなくて、葉っぱがありましたけど、あれ何なんですかね。ねえ。あれかな？ MP を回復させるようなアイテムだったのかな。もしくは、まあ、状態異常の回復が、まあ、ブラッドストーンじゃなくて、その葉っぱに当てられている。のか、どうか。うん。まあ、買ってないんでね、わからないし。なかなか、拾うこともできないんで、はっ！ちょっと試すことも、うわー！できないんですけど。いいね。このスケルトンがね、どっから声が出てんのか、非常に気になる。開け。危ないから、ここ。速攻で襲ってくるからな。情け容赦ないからな。で、レバーが、結局見つからないので、行かざるを得ない。薬草買っとけよって。あ、10個あれば大丈夫でしょう。おらーおれー結構食らったね。あ、でも2つ、うん、余裕でしたね。2つ、やっぱ5、6個あれば大丈夫だったんでしょう。じゃあ下の階に行きましょう。で、このゲームさ、必ず、なんて言うのかな。最初から始めないと、労働ができないんですよね。非常に不便です。で、あ、もちろん階層は戻れるんだね。これが唯一労働してる、ちゃんと労働してる感じですかね。
で、このゲーム、キングズフィールドっていうのが、フロムソフトウェア初の、なんだろう、家庭用っていうのかな、コンシューマー向けのゲームらしいんですけど、まあ、初めて作ったにしろ難しすぎでしょうと。何考えてるんですかね、と。で、大人向けのゲームなのかなとある考えたんですけど、それにしては、これ、ポーズ びっくりマークがついてるんですよ。これ、大人向けじゃねえかなと。むしろ子供でさえ、ポーズはいらねえだろうと思うんですけど、地図は参照これできますか？できるのか。なんか音が違ってる気がする。気のせいかな。まずセーブポイントですね。なぜ分かったか。この部屋を見るに、そんな気がしただけです。俺がエリックだよ。ギルから聞いたけど、隊長探してるんだっけ？話が早いな。だったらもっと下行かなきゃならないが、何しろ大変な騒ぎらしいぜ。おい、エリック邪魔なんだよ。エリック上だっつって死にたいのか。このね、下の欄はよくわからないですね。俺やっぱセーブしてないみたいなんだけど、なんだろう、なんか表示の不具合があったのかな。なんか今の扉に押されたんだけど、昔教えてもらった1バグができそうだな。貴族墓所。お高く泊まりやがって。あ、曲が違う。かっこいい。くそ、なんだかこいつわからない。怖い。怖いというのは、殴られる系の攻撃が怖いのであって、ホラー系とは無関係。こっちに行けば、そうだね。端っこには着くでしょう。邪魔なだけ。くそ、なんだこいつは。いった。なんだ、聖剣とかじゃないと、鍵がかかっている。ああ、開く。墓なら何でも開くな、この鍵。優秀じゃないか？飛び道具。売ってこないだけいいですか？じゃ、しょ、あのさ、ちょっと動きが早すぎない。あれ？なんだ？なんでこいつ？よくわかんないとこで剣振ってんだ。強いのか？敵もさ、ちょっと先読みじゃないんだけど、なんだろう。早めにさ、剣振ってくるとか、本当に、常軌を逸しているゲームだよね。子供がやったらやっぱり、ちょっと嫌な感じだよね。なんだろう、この理不尽さに嘆くゲーム ではあるよね。まあ、ただゲームなんかな、難しいぐらいがちょうどいいとは思うんだけど。ね、ただひたすらね、HP が高いとか、そういうのは、いや、本当にやめてほしい。だからってな、なんか若干運ゲーな感じ。邪魔なんだよ。これどうすんの俺。食らってないんだよね。これさ、なんだろう、やっぱ生属性の武器ならいいのかなと思ったんだけど、これたまりも遅いな。なんで俺はさ、このお化けに対してさ、なんか、あれ？なんか杭を打つ作業みたいなことをしないといけないんですかね。あ、体力か。そうか、ダメージ。あーん、どうしよう、これ。こうか。ちょっと、これは失敗してるでしょう。作った人、これちゃん、ああ、もう。これも、ああ、今死んだでしょう、確実に。もう、イカれて
てんだよなこのゲーム。おら。あ、ん。大して魔法が効かない。バトラックスで一撃でほふった方が良さそうだな。魔法で牽制して、あれ、このゲームさ、もしか、ありがとう、もしかしてさ、このひるんだ隙に攻撃すると、攻撃力が、おお、やめろやめろ、おいバカやめろ、おー危ねえ。あー、きついな。敵のレベルが上がってんのかな。攻撃力がさ、落ちるっていう設定。あー、やっぱりな。なんかね、ちらつきがあるんで、それで、確認することが多少できるかな。落とし穴、毒沼に関してが、結構目に見えた罠なんで、もしかしたら、お、竜王槍じゃないですか。説明がないんで、竜王槍自体が一体何の役割を果たしているのかが分かんないんだよね。ブラッドストーンみたいに仕様が変わってる恐れがあるんだけど、もし2と一緒だったら、おい、ちょっとさ、早いんだけど、回復が、回復っていうかリスポーンが。仕様が変わってなければ、なんだっけ、死んでも生き返る、もしくは使えば全開、全てが全開になる魔法の実なんだけど、毒消しありがとうございます。薬草だな、時代はやっぱ薬草だな。薬草と膝蹴りの時代だ。死んでいる。おーちょ、おー、これはきついんじゃないの。まあ、竜王槍を信じて送り出せば、あー、危ないな、これ。いやー、危ない、危ない、危ない。これは何？お、お、お、レバーじゃないんだ。え、でもこういうスイッチも、さっきの矢のところは見当たらなかったんだけどな。お、幻の杖。高く買い取らせようか、ギルに。ん、鍵か。合わないってことはあるのかな。合わないじゃねえや、宝箱に関しても鍵、合わない。なんだろうな、願わくばそのなんだ、丸を押せばさ、勝手、あれ、ゴーストさん言いましたっけ、あなた、勝手手に開くシステムの方が良かったよね。鍵は自動で使ってくれると、あれじゃすごい嬉しかったんですけどね。おら、あー危ない、この鉄球、もしかして、薬草の回復量がね、思った以上に少ない。一撃ではないにしろ、なんかね、継続ダメージっていうか、このゲームほぼ無敵時間がない気がするんで、ちょっと怖いな。レベルは今11か。これ多分いくつ、15ぐらいまで上げた方がいいかなと思うんだけど、ちょっとね、やっぱ MP もあるうちにボンボぶん殴った方がいいよね。ガントレット。R はね、暗黒騎士が好きなんですけど、あ、持っていく。もう持ってるか。これ。これ。よし。やったで。やっぱね、縦ではなく、あー、マジか、ここ。ちょっと本格的だな。こいつはやべえゲームだ。やっぱガントレットを装備したいんですよね。片手は、盾の代わりにガントレットで、なんか防御めいたことを、おっ、ポワズンキス、まずい、よし、
そう、防御めいたことをしつつぶん殴りたいっていう暗黒なのに文句タイプ。ここはなんだ。まあ地図見ながらやっても怪しいところは結構あるよね。これどころ、あ、ダメだな、俺の攻撃だけが通らない、不具合が起こりそうだ。さあさあ、ああゴーレムが おいでなすだぞ。そしてなぜか俺は毒を食らったんだが、毒沼入っちゃったかな。あ、まずいか。あーでも、もう一回来ちゃったところだから、もう普通に回った方がいいよね。ある、最近全然アニメ見なくなっちゃったんだけど、唯一、まあ、続きもんとして見てたのが、あの歌のプリンス様っていう、まああれ乙女ゲーなのかな、乙女枠なのかホモ枠なのかちょっと定かじゃないんですけど、マジラブレボリューションっていうね、あのちょどお本格的なパンチ。あーあ、ダメだダメだダメだ、落ちる。また今度にしてやろう。あ、下向けない。本格的落とし穴臭いんだよな。あ、どうしよっかな。もうちょっと先じゃなくて、まずこっち行こう。まずここ入ってないよね。ね。ね。ちょ、あ、あのさ、途端に足が速くなるやめろよ。ほらなんだろう、偏差打ちみたいにラグがゲーム内で出てるのかな。早いよー、敵がもう本当に早いんだよね。なんだろうな、これどう、前にやっぱ入っちゃってんのかな。なんだろうな、このゲームはやっぱりプレイヤーを殺しにかかっている。邪魔だ、どけ。まただよ、もう。なんディフェンスしないで。笑ってもいいからディフェンスしないで。俺、君の笑顔なんて見たくないんだよ。どうしたまえ。うっ、おっ、あー、強い。目が赤い。いいね。俺も目が赤くなりたかった。白目が赤くなるんじゃなくて、眼球の方ね。そうそうそう、歌のプリンス様を見てたんですけど、正確にあれは 3期第3、あれ？あのさ、このゲームレビテとって、あの宙に浮くシステムないよね。あれ落ちないのかな。こうやって壁に張り付いてればちょっとわかんないんだよね、これは。まだとにかくこのキャラクター、ジャンがさ、うん、ジャンがね、探偵が横にすごく広いんで、ギャーギャーうるせえんだよ。君は打撃武器だな、匂いでわかる。あれ、ちょっと待って、これ MP、 あ、関係ないか。あ、もう1ゴールゴミじゃねえかよ、こんな。回復の泉が必要だな、俺には。ちょ、このゴーストがさ、ちょっとさ、どうしてくれようかな。なかなか上手に抜けられないんだよね。ここの宝箱が気になるな。3体か、弓矢があると。逃げ場はないね。殴られて死ぬかな。あ、でもこっち来ないな。よし、開いた。土の封印石。いっと。封印石は何？これ、また食って覚えるタイプ？あ、何も来らない。鍵かな？
ミイラ音がする、うん、大丈夫かな、うん、とりあえずここはなんなの俺を見てあの突っ込んでくるとかそんなやめてねそんなに魅力的な男じゃなくてよ、もう道に迷って俺どうしよう、どうこうかな出口、早く行かないとねマミーとスケルトンの餌食にされるかな、俺がマミーかスケルトンになる、どっちがいいかな、なるんだったら、あーどっちが強いかな、マミーの方が、いやあーどっちかな、迷うな、迷うほどのことじゃないかもしれないけど、のアイアンブーツ持ってたっけ、おもあそうん個数1ガントレットも個数 1? あさっき今まで防御してつけてなかったかな、個数1個ってことはつけてないってことだよね、あそうだコメントいただいてなんだ、ここに来ればあれあのさコメントでいただいたら HE ってエリックのことだったのかな、え俺エリックって誰だか分かんないんだけど、エリックあごめん俺あれこれすり抜けられる意外と、あ誰だったんだろうエリックって、最近やっぱり全然分からないんで、分からないっていうか名前とか全然覚えてないんでよくないかなと思って、キングズフィールドウィキみたいなのをね聞いた話なんだが、ヘッドイーターという人食いモンスターが万人を飲み込んでしまったらしい、何でも人飲みだってさ、いいんだよエリック、エリックって誰だろう、本当にですねハルエメリキかと思ったからね、なんだっけそうキングズフィールドウィキとかでそうキャラクターをね調べたりした、まあ、おさらいねしようとしてたんですけど、騎士戦士募集あれこれ繋がった、あっと魔法が暴発する、ここ今、ま、来たところだよね、回ってきたところだよね、こっちか、あー23分か、今回これでいいかな、あと何、まあ、先が辛い、そうそうこのここちょっときついね、お、宝物庫、鍵がかかってない宝物庫なんて意味あるんですか、あーないないない痛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 い、お、お、お、なんだ、なんだ、なんだ、リザードマンかな、なんでリザードマンが宝物庫守ってる、足が速い、うぅ、あー、なんなの、その、アイテム、強くね、ちょ、あ、違う、毒消そうか、死ぬな、これ、あー、耐久性もある、なかなか強い、あ、もう、これはもう、本格的に、なんだろう、ライトユーザー殺しですね。宝が欲しい。あれかな、やっぱドラゴンは宝を守っている系のお話かな。これ相当いい武器ない、武器というか。あ、うえぇ、何にも入ってねえ。最悪なんだけど。うわ、おぉ、マジで？なんだこれ、これ射程圏内に入るとさ、どこを向いてても殴ってくる系なのかな。このゲームはさ、うわっ、右利き、左利き、あ、鏡だ。なんだっけ、鏡って。あれか。プロフィールがわかるんだっけ。あれ、真理の鏡ってさ、そんなにないんだよね。確か。やめて。確か世界にね、6つくらいしかなかった。超レアアイテムだった気がするんだけど、こんなに簡単に手に入っていいんですかね。よし、じゃあ今回は、あ、違うわ。エリックのプロフィールを参照して終わりにしましょうか。太ってないからね、関係ない。いや、太ってるかな。もしかしたら太ってるから行かないけどね、ポジの気もするんだよね。でもね、ここには騎士とか貴族王族の墓があるんだ。もう結構荒らされてるけど、何か残ってるかもしれないな。あ、そうだ、俺は太ってるから行かないんだけどね、は確かあれだよ、2から
の恒例行事になったから、多分お前のことなんだろうな。違うかな。エリック・ブレア。E だから違うか。兵士、墓所内に眠る宝を探し、残っている。墓所に関しては、詳しい。願わくばぶん殴りたいところで、俺のなんかちょっと考えてる、キャラクターとは違ってしまったな。ということで、終わらずに、先へ急ごう。まあ、どうせ、カットっていうか分割はしちゃってると思うんだけど。さて、どうします？宝物。